こんにちはーアカデミー堀秀です今日は商品探しの力配分。えー、ぼちぼち。えー、ブラックライダーも近くなってきて、えー、商品も売れやすくなってきてます。それで、商品探しなんですけど、まあ、ちょっと力配分がね、えー、効率悪いというか、えー、確率悪いというか、そういう、えー、商品探しがちょっと気になる、えー、ことが、 たまにあるんで、えー、一応考え方としてね、えー、新規商品の仕入れは慎重にと、えー、似たような商品は3種類ぐらいで十分です、えー。似てる商品をね、まあ10種類、まあ5種類ぐらい前として、10種類とかね、えー、あすごい時には20種類ぐらい、えー、仕入れて送る、えー、相談があります。 まあね、仕入れ金額とかね、まあ、売れそうだなという場合は5を出してますけど、やっぱりね、できればもう初めの、ね、商品探しの時は似たような商品は3種類ぐらいで十分と。ね、で、逆に売れた後の補充は大胆にね。ね 売れた商品と一緒に買われている商品とか関連商品とかね、えー、そういうので、えー、売れた商品、まあ、最低ね、えー、3種類ぐらい類似品を見つけて、まあ、見つかるんであれば10種類以上補充してもいいと、ね、このバランスが逆転している場合は要注意です、まあ、何しろ、えー、実際1回目に出した時はねその商品のライバル関係とか正直ね評価数とか見てもわかんないです じゃどうやってわかるのって言ったら実際出してみて売れるかどうかで判断するのが一番確実。で、一旦売れた商品は類似の商品も売れる可能性高いんでね、えーまあ、正直大胆に、えー、仕入れても類似品をたくさん送ってもね、売れる確率は高いと。ただ初めから、えー、入れてね、えー、類似品ばっかりたくさん入れちゃうと、まあ、それ売れなかったらね、全部売れないというような事態になっちゃうんで、 まあ、この力加減ですね。えー、そこはもうちょっとね、えー、慎重にいった方がいいのになってところで大胆になっちゃってね、あそこ大胆に仕入れましょうよというところでね、慎重になっちゃったりというのがね、わ、え、り、ー、かしあります。まあ、これ、投資系だと何でもあるんですよね。えー、儲かってんのに次も儲かるかどうかわかんないからって慎重になっちゃうとかね。 もう買ってないのに、今度はなんとかなるだろうとかね、これは大丈夫だろうという見込みでね、えー、たくさん買っちゃうとか、まあよくある失敗なんですけど、まずね、えー、新規仕入れの仕入れー慎重に、安いからといってたくさん買っちゃうとかね、えー、いうのはなしでもう初めは1個で売れたら、 今度は必ず補充は3個は補充するとなんとか見つけて補充するとあとね似たような商品とか関連商品とかねそれをできるだけたくさん探すとでこの1回売れた商品を起点に探す商品っていうのは大抵ね売れますんでそこに時間かけた方がいいですだいたい見てるとね初めの時だけ時間かかるけど売れた後は 満足しちゃうのか、他のもも売れてからね、仕入れようとしちゃってんでね、売れた商品の関連商品の仕入れっていうのはね、あんまり力入れてない例が、えー、ちょくちょく見受けられないんですけど、ここ、ここ頑張んないとね、えー、儲かる商品が見つかりにくいです。は、ま、じ、あ、めは適当にね、えー、ちょろちょろ広く浅くね、売ると。で、売れた商品は、 広く深く掘るというような形でね、イメージとしては商品を探すのがいいんで、まあ、その塩梅というか、バランスというかはね、まあ、商品相談の時に、まあ、アドバイスしてますけど、まあ、傾向としてね、初め、ね、結果分かんないうちに大胆になっちゃって、売れてせっかく糸口掴めたのに、そこでね、な,なぜか慎重になっちゃって、仕入れが少ないという例がね、昔からよくあります。 昔からよくあるんですけど、今回のオーストラリアに関しては、えー、みんなね、似たり寄ったりのスタートのところで、えー、ここ数ヶ月でね、その、えー、売れた商品をいかに、えー、広げて深くね、えー、扱って占領しちゃうかどうかっていうのが、やっぱりね、今後、早く儲かるか、しばらくね、苦戦するかの分かれ道になりますんで、売れた商品は、ねえー、たくさん仕入れる、たくさん仕入れて、 あの数をたくさんってんじゃなくてね、数はたくさんじゃなくていいんですけど、触れた商品の類似はもう徹底的にいっぱい探すと。で、はじめは似たような商品ばかり送るとね、それがこけたら全こけになりますんでね、はじめは広く浅くという形でいくというのをね、えー、心がけて商品探しをしてください。以上、天場アカデミー堀秀夫でした。